アストン・マーティン・アムール1は1989年、世界スポーツプロトタイプカー選手権及び、ルマン24時間レース参戦用のアストン・マーティンのグループシーカーである。過去にムロット、エムカ、チータといったコンストラクター製のグループシーカーに、アストン・マーティン製エンジンを搭載し、世界耐久選手権に参戦したことがあったが、このアムール1は、アストン・マーティンの公式なワークスマシンである。 メインスポンサーにはモービルがついた。1987年、WSPC グループ C にチャンピオンのエキュリー、エコスセセイ車誌に、アストン・マーティン製5998、CCV 型8気筒エンジンを搭載する。1989年、WSPC は、前線参加が義務付けられたため、デビュー戦は本来開幕戦の鈴鹿になる予定であった。 しかし開幕前のテストでクラッシュし、鈴鹿は欠場する。このためアストン・マーティンは国際自動車連盟に25万ドルの罰金を払うことになる。実質デビュー戦は w s p c 第2戦、ディジョン。17位で完走している。2戦目となるルマン24時間レースでは2カーエントリー。1台が11位で完走と検討する。第戦、地元ブランズハッチでは 4位に入賞する大健闘このシーズンは年間ランキング6位とまずマースの成績を残す。本来であれば、翌1990年シーズンをこのアムール1の改良型で臨み、カテゴリー1に統一される1991年シーズンには、トニーサウスゲートデザインの車種に、親会社、フォードの F1 エンジンである V 型8気筒の、 フォードコスワース HB エンジンを搭載したマシンで参戦する予定であった。しかし1989年に WSPC でのライバルであるジャガーがフォードに買収され同門対決を避けたいフォードの意向によりアストン・マーティンワークスチームは1990年突如解散することになる。アストン・マーティンのワークスプロトタイプが復活するには2009年の ローラーストンマーキン B0960 の登場まで待たなければならなかった。2007年のグッドウッドフェスティバルでありがとうございます。